脳へ向かう血流。エハラ愛。図解、わかるとつながる体の仕組み。第25回。脳への血流は、大動脈球から分岐した動脈が支えています。右腕頭動脈から分岐する、右双頸動脈と、右頸骨動脈、 大動脈球から直接分岐する左双径動脈、左,左鎖骨下動脈から分岐する左径骨動脈のそれぞれが別のルートで血液を送り、脳底部で六角形を描くように分合しています。この六角形の部分はウィリスリン、ウィリス動脈リン、ウィリス大動脈リンなどと呼ばれ、万が一、 一部の血管が狭窄、閉塞した場合に血流を保障し合うための構造だと言われています。しかし、文献にあたってみると、この六角形の部分が完全な臨場をなす割合は、人成人では約5から28%程度なのだそうです。そして実は、この臨場の構造が血流の保障のためではなく、 脳への血流による力学的ストレスを低下させるために存在しているのではないかという学説もあるそうです。もちろん、なぜその構造が存在しているのかを本当の意味で証明することはできませんが、近年の造影技術の発展と流体力学の解析によって、400年近く前から提唱されてきた説が覆されるかもしれないと考えると、 医療の周辺技術の発展が人体の理解に大きく寄与していることを実感します。上記の力学的ストレスには、動脈輪の構造の他にも、大動脈球から脳までの各血管の長さも影響するようです。図を見ていただけるとわかるように、右側の脳へ向かう血管は、腕頭動脈を介して分岐しており、左は直接分岐しています。 この左右非対称な血管の形状が血流の脳への到達時間に差を生み出し心臓の拍動による圧力も低下させる働きをしていると考えられているようです学生の頃解剖学のテストでどうしてここの構造は左右非対称なのだろう大動脈球の位置や形のせいだろうかと不思議に思ったことがあるのは 私だけではないのではないでしょうか。こうして少しずつ明らかになっていく人の体の仕組みへの興味はつきません。月刊スポーツメディスン243号より